はいみなさんこんにちは YouTuber カメラマンイメ、e、です皆さん見てますかはいでまた今日女性カメラマン女性写真家写真家です写真家を紹介しますはいはい始まりました柴田綾乃さんです柴田綾乃さんを紹介します、えー、し柴田 1964年はポーランド語翻訳者写真家エディトリアルデザイナー神奈川県生まれ筑波大学芸術専門軍卒業1992年より東京クラクフなどで写真展を開催役所ライロニア国物語 大人も子供もを楽しめる十三のおとぎ話所長「ムローシック短編集」「ズワベルミル・ムローシック」えー「高い城」「短編ベスト10」「スタニスル・ワフ・レム」えーっとですね次「動きの悪魔」「ステファン・グラビンスキー長」「狂気の巡礼」 ステファン・グラビンスキー、えー。以上になります、えー。ポーランド語の翻訳者で柴田綾乃さんでした。大体見れましたかね、えー、こういうサイトがありますで、ね、皆さん、えー。ポーランドです、これ。これなんか顔なしみたいですね。はい、素晴らしい。 作品群を撮影されています。はい、では柴田綾乃さんの紹介を終わります。皆さん高評価チャンネル登録よろしくお願いします。えみでした。